アトランタ共同、米大リーグは14日、各地で行われ、ヤンキース戦に、4番、指名打者で出場したレッドソックスの吉田は2本の敵地打を放ち、4打数2安打3打点。チームは7対1で勝った。ドジャースの大谷はアトランタでのブレーブス戦に、1番、指名打者で出場し、第1打席は4球だった。カブスの鈴木はロッキーズ戦に、3番、 指名打者で出場。